おはようございます、高橋です。今日もね、適当に吹き込んでいこうと思ってるんですけれど、まあ、朝は今日も散歩に行ってきました。まあ、いつも通りな感じです。でね、今いろいろこう朝はさ、メールをこうさばいているんですけれど、やっぱりね、こう不思議なもんでね、世の中同じような動きになってくるんですね。なんかさ、いろいろね、 SEO の相談だとか、サジェストの相談だとか、ホームページ制作の相談だとか、そういうのがね、毎日パラ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 入り出すようになってきている。しかも面白いのが、セミナー、今までっていうのはセミナーに来てからなんかいろいろ検討しながら案件につながっていくっていうのが多かったんですけれど、ここ最近はね、これ本当に先週ぐらいからなんですけれど、直接お見積もり依頼、直接お見積もり依頼、直接ご相談とかっていうケースが増えてきている。だからさ、やっぱり緊急体制になってきてるんだろうね。まあ、それはそうですよね。だから今までこうお付き合いしていたところで売り上げがほらこう上がってるさ、会社さんとか、そういったところが、そういったところとこうお付き合いがこうだんだんほらなくなってきちゃったりとか、お付き合いっていうか、だから仕事が打ち切りになっちゃったりとか、そうなってくるともうどんどんね、新規で自分たちでもやっぱり仕事取っていくしかないじゃないですか。そのためにね、こうなんかなってんじゃないかなみたいなね、増えてる要因としてね。しかしさ、もう1週間ぐらい経つのかな、皆さんどうですか。僕ね、ずっと Gmail、 Google の Gmail をメインのメーラーソフトにね、メールのソフトに使ってやってたんだけれど、もう1週間ぐらい前から配信、受信はできるんだけれど、配信が、送信ができなくなりました。ずっと治んないね、これはね。皆さんどうですか、 Gmail 使ってる方々、もしなんかね、こういうことやったら治ったよとかっていう方がもしいらしたらですね、コメント欄に書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。さあ、テストしてます。テスト、ちょっとくるっと一周、くるっと一周、ここで曲がるとどういう感じでしょうか。今日はね、夕方、6時半から、YouTube パワーアップ塾なんですけれど、で今もね、まだギリギリまでね、マインドマップでね、今日やることを話することとかっていうのを、まあ、決めているんだけれど、ちょっとね、休憩です。で、休憩でね、ちょっと今脳みそをリラックスするためにこう何やってるかっていうと、この前から買ったさ、オズモモバイル3、DJI ので、ちょっと実験にね、こんな感じでさ、この前はほら歩いてこれでお散歩ライブ動画を、まあ、やったんだけれど、なんかちょっと失敗した感もあったりしてね、まあ、今はこれもう絶対さ、三脚でスタビライザーくっついてるから絶対平気だと思うんだけどね。それでこの顔認証システムがやっぱすごいね。こういう風に使って、なんかこうちょっとなんかいいな、役に立たないかな、これ。なんか最近ちょっとね、この使い道がなんとかなんねえかなみたいなね、そんなことをすげえ考えてます。これスタビライザーね、せっかく買ってもったいないからさ、まあ、そういう感じです。なんか今 iPhone をこのさ、オズモモバイル3に乗っけてちょっと遊んでいたんだけれど、あれだね、iPhone で撮ると今さ、1回2回ってテストして、これで撮ってみて、手持ちで撮ってみてってやったんだけれど、ブチッブチッって、これね、以前からなんか気になってたんだけれど、ここにさ、外部マイクをつけると、そこの接触不良でブチッブチッって鳴ってるもんだと思ってたら、違うんだね、これ iPhone がもうそういう風になってんだね。これブチッブチッって音がね、なんかね、途切れるんですよ。やばい、発見してしまった。ああ、目がショボショボしてきた。これさ、皆さん知ってる？コロナのなんかさ、
うちのママがね持たせてくれてる。これは子供たちもねみんなくっつけてる。これをなんかこの辺にさ、なんかウイルスがやってこないようななんかバリアになるんですって。これね、これとあとさ、これがもう家帰ってもどこでもさ、こうやっても常にこうなんかウイルスのこれね、こういうの、もううちの子供たちもママたちもね一日中これかけてるね。なんかねウイルス対策でもさ、このさ昨日から始めたちょこちょこ撮りなんかいろいろと、これもでも一つさ、その外に表に出なくても楽しめるなんかさ一つだよね、これもね。こうやってやってちょこ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 撮ってると楽しいもんね、やっぱり自分自身がね、いいかもしれない。そうそう、僕ノートの話しましたっけ。そういえばさ、なんだけれど、これメモしね、前以前このね、なんかノートがめっちゃいいんです、最近ハマってんですなんてさ、お伝えしたことがあるんだけれど、もうねずっといろいろほらもう何でもかんでもデジタル化になってきていて、でさ脱手帳みたいなね、アナログ手帳みたいな、そういったことをもう15年ぐらい前からさ、なんかこう取り組み出していて、だけど今はこのメモ帳です。これだけはアナログが続いてるんですよ、僕未だに。でちょっと前までこれさ、大きさわかるかな、大きさ、大きさ、これマウス、これがいいかな、マウス、これ Mac のさマウスなんだけれど、このぐらいの感じ、ただこれ結構ちっちゃいじゃないですか。最近ずっとねこのサイズにしていたんですけれど、実はですねここ3週間ぐらい前かな、じゃん、こんな感じ。ちょっとマウス持った方が分かりやすい、いくよ、じゃん、こんな感じ。またね大きいタイプにこっちバージョンアップしたんです。でなんでかっていうと、これねなんかさ思い立った瞬間にもういつも持ってる歩いてるさ、トートバッグにパッパッパッこう書き出したりするのにさいいなと思って、でそれこのサイズのこの方眼用紙のさいつも言ってるねタイプをこう使っていたんだけれど、やっぱねこれね悪くないっすよ、悪くないんだけどねちっちゃい、なのでちょっとね大きめのこっちのサイズにまた戻ったっていう感じかな、戻った。でこっちはね今度はねあえて真っ白のこのタイプ、真っ白方眼紙じゃなくて、ここ最近はねもうずっと方眼用紙のタイプをこう使ってたんだけれど、ちょっとね真っ白タイプでチャレンジしてみようかなみたいなね。でマインドマップグリ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 こう書いているみたいなね、なんかそんな感じなんですよね。またこれもちょっとこれはこれで切り出して YouTube のなんか動画としてねやろうと思ってますけれど、こうなんかノートの使い方とかさ、そんなようなこう仕事術系で、今日も今ちょっと思い出したかのように、そういえばみたいな感じでちょっとお伝えしてみました。これさちょっと見てください、この最近ほらちょっとストップしちゃったけど、まさき散歩ね、プラプラのやつだと思うんですけれど、でその時にこの見えるかな、これこのマーク、まさき散歩ってここにさ丸くこう入ってるのね、入ってるの。昨日からこの始めたさ、このなんか歩く代わりに一日かけてこういろいろこうなんかこう思ってること感じてることをどんどん吹き込んでいきましょうかみたいなことをさ、なんかこうやり始めたこの2日目なんですけれど、これさ分かりやすいようにサムネイルのところに今思ったんだけど、まさき雑談とかって入れようかなみたいな、どうすか、もっといいネーミングがあったらもしあればなんか教えてほしいなと思うんですけれど、今回のさこのコロナで、時間がいろいろあるところで、でスキルアップ絶対した方がいいよってこうなんか YouTube の中でも僕いつも言っているところ で動画マーケティングのことはいつも言ってるじゃないですか。でそんな中で僕自身もねさらに
なんかこう動画っていうかさ、映像のなんかこう勉強、ちょっとスキルアップをなんかこうさしたいなと思っていて、まあ、勉強っていうかね、パワーアップですよ。でそんな中で今ね考えてるのが、実はこれ、これね、これっすよ。わかります？ジンバル、あのこの今撮っている一眼とかを乗っているスタビライザーなんだけれど、これを使ってさ、ちょっとさらにパワーアップをこれねしたいなって思っていて、どうしようかなってねちょっと考えてるところなんですよ。ワクワクする。今日のね YouTube パワーアップ塾のライブ配信はね、あのまたここでちょっとやってみようと思うんだけれど、今ね Mac がここにドン置いてあって、その脇にミラーレス一眼を置いてあって、どうだろう、この脇からカメラを出すっていうね。前回はこの上から出してたんだけど、上からとか横からとかわかんないよね。こういう感じ、じゃん、こういう感じ。今ねこの辺にカメラ置いてたの、この辺に三脚でゴリラポットで。で以前は、前回のセミナーの時はあの三脚でこの辺に、この辺からニョキってカメラが出るような状態だったんだけど、どっちがいいのかなみたいなね、ちょっとこれも実験。さっきまでとはこれ実は、今レンズを変えてます。さっきまでのはね、最近ねハマってるのがこういう、単焦点レンズってやつ、後ろがめっちゃボケるんですけれど画角が超狭いっていう、最近結構これを使ってるの、 F2-28mm ってやつなんだけれど、今回はカールツァイスの 16mm ですね。これね、ちょっと実験ですけども、こうやってさ、こうズーム使ってさ、オンラインセミナーとかっていうのがどんどんこうやってどんどん普通になっていくわけじゃないですか。そうするとさ、本当になんかねこうイメージしてワクワクしてて面白いなと思うのは、ビッグサイトとかさ、幕張メッセとかさ、ああいったところで大きいところで講演会やったりする時っていうのは、もうそもそもさ巨大なスクリーンがこうあるじゃない。だからこれね平気なんだけれど、あの普通の一般的なこう会議室とかセミナールームのちょっと大きいところ、何百人も入るようなああいうところでやる時って、実はさ うちのこのねセミナールームにあるのとさ同じぐらいの、これ大体今これ100インチなんですよ。でもこんなのとさほぼきっとね変わんないぐらいの感じの、大体ほらスクリーンなんですよ、どこでもかんでも。そうするとね、もうねちょっと後ろの人たちってもはや見えない。で今までねそういうのね、いろんな会場でそれ経験してきてるんですよ。だけどさ、このオンラインでこういうふうにこうやれるようになると、その会場を少しこう大きめだと、なんだろうかね、セミナールーム、みんなスマホ持ってそのセミナーのところを一緒になってオンラインでこうやって見ながらリアルセミナーを聞くわけ。そうすると超後ろの人とかさ、超横の人たちも、普通だったらここ、これしか1個しかないから見えないのよ。だけどさ、後ろの人たちもさ見えるよねみたいな、なんかすごい時代がやってくるなっていうね、そんなことをねすげえイメージしてるんですよ。実はいいよね。さああとね1時間ぐらいでオンラインで Zoom 使ってですね YouTube のパワーアップ塾が始まるんですけれど、今ねじゃん、セットアップがね、まあ、大体完了しました。で今回はねこんな感じでですね、一応保険でもしもね、あのこれ Zoom って基本的には収録全部ね勝手にこうできるようになってるんですよ。で収録できてるんだけれど、万が一、収録取れてなかったら、あの今日ね参加できないメンバーの人たちも、多分半分ぐらいの方々は後からビデオで、視聴します、勉強しますみたいな方々がいらっしゃるので、その人たちのためにやっぱビデオちゃんと撮っとかなきゃいけないので、万が一Zoom が録画されていなかったらこっちですよ。まあ今まではこれだったんだけどね、
この状態のものをアップするみたいな、まあね、そういう感じでちょっといきたいと思います。今日はねこんな感じよ。ここにこんな感じでちょっと一眼レフをミラーレスをねセットアップして、でこれメインね、これメイン、これこの映像をズーム上にミーティングルームに出すと表示して、でここに今あの YouTube が映ってるけれど、ここに参加者がガン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 と、顔ばっかりが映るっていうね。で最後オンライン、飲み会もここのところこの部分にガン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 って出て、で乾杯ってやろうかなみたいな、そんな感じでいこうかなと。でここの場所でやればこのまんまさ、もし塾の時はあんまりホワイトボード使うことないんだけれど、ここでね後ろで立ち上がってホワイトボードにこれかけるじゃないですか。そうすると、まあ、映るところに今カメラセットしてるんで、ちょっとですね今日はこのスタイルで行ってみようかなと思います。このさ α7-3 にくっつけてる Bluetooth のこれマイクなんですけれど、これがさ、これってねこの単、いくつこれ単4電池、これ充電式のやつをさ、なんだっけエボルタ使ってるんですけれど、これがねだいたい朝のこれ9時ぐらいからスイッチポンでこれスタートさせるじゃない。そうするとね今もう5時半ぐらいなんだけれど、だいたいだから6、7時間とか8時間とかどうなんだろう、なんかねそのぐらいはずっと電源入れっぱなしでスタンバイ状態で持つってことなんですよ。でちょこ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 今日もずっと収録してるじゃない。そうするとね7時間8時間ぐらい経つとバッテリー終了みたいなね、そうすると取り替えるっていう、まあ結構だから持ちますよね、そういう感じ。そしてね塾、セミナー講演会全部そうなんですけれど、やる気を出すためにじゃじゃーん、あとねもう決まってるんです、これもう何年も前から1時間前になるとこれでパワーをブワッあのパワーアップしていくっていう、まあ、そんな流れなんですよね。もうレッドブルないと生きていられないです。なんかさこれからあの始まるんだけれど、ラジオの生配信のなんかラジオ出たことないから分かんないけどさ、こうなんか配信ブースみたいな感じでかっこよくないですかみたいなね、まあ、インターネットのまさにまあ生配信なんだけれど、これからなんかさ自分のあのいつも仕事をしてるこうデスクとはまた別個でここでなんかこうやってやるとさ、ちょっと配信ブースっぽいなみたいなね、かっこいい。動画に YouTube に何本か上げてたというのが今月。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よし、このシーンをGoPro で撮るみたいな、どうですかこの新しくないですか飲み会シーンを。はい、ということでですね、今日の YouTube のパワーアップ塾も無事終わりました、ね、今オンラインの、Zoom を使った飲み会っていうのも初めてやったんですけれど、めちゃくちゃ面白かったです。ということでですね、片してですね、今日は撤収しようと思います。ではまた明日。